なんか刑事さん来たんだけど、意味がわかんない。刑事さん2人と警察官の人 3人、5人来てるんだけど、何これマジで。刑事も2人来てる。警察の服着てないから意味がわからん、ほんま。なんで、いや、なんかあのドンチキ山ちゃんいるでしょ。ドンチキ山ちゃんがなんか殴られたっていう通報が入って、なんかそれは事実ですかって。いや、事実だけど、別にドンチキ山ちゃんさんは警察呼ぶとか言ってないんだから。あ、いますか。ドンチキ山ちゃんさんは別に警察呼ぶとか言ってないんだから、それでなんでわざわざ来るの、意味がわかんないんだけど。配信会で、いや、それでドンチキ山ちゃんさん、ありがとうございます。それで、いや、別に、それで警察の人に、そう、翼さんも意味わかんない。で、警察の人に、それは事実ですけど、別にその暴行を振るわれた男性の人が別に何も問題なく帰ったんで、何しに来たんですかって言っても、ドアと閉めて戻ってきました。いや、わかんない、まだ玄関の前にいる。もう帰ってくださいって言って、まあ、戻ってきた。すごい暴行だと思われた。いや、それだったら本人が通報するじゃん。意味がわかんない。しかも、なんで今来るの。なんでさ、その件だったらさ、なんでさ4時5時間ぐらい経ってるじゃん。なんで5時間ぐらい経ってから来るの、こんな9時に。動画問い合わせたら応募と。いや、別にその被害者の、え、てめえのせいでこうなってんだろうがよ。起きろよてめえ。ぶつぶつこの野郎。引き渡したらそんなに何もしないでしょ。みなちゃん悪くないです。だってドンチキ山ちゃんさんも別に殴られたり入荷先ないよ。キャリーが昨日、キャリーが最初からみなちゃん引き受けるって言ってくれよ。 LINE でさ、聞いたじゃん俺。結局引き受けてくれるの、キャリー。最初から言って、俺聞いたじゃん、キャリーに。最初から引き受けてくれよ、俺頼んだじゃん、キャリーに。引き受けてくれるの、キャリー。謝ってくれたらいい。キャリーじゃん。みなちゃん、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 キャリーの家泊まる。みなちゃん、キャリーの家泊まる。嫌なの？うん。仲直りしなよ。嫌いじゃないけど嫌。いや。キャリー、ごめん、嫌だって。もう明日も帰ってもらうわ。ごめんね、キャリー。うん、今何時？今9時。警察来たんだよ。てめえのせいでよ。何してんの？で、キャリー今、神戸いないよね。近くにいるんだったら来てほしいけど。やだ、行こう。いや、キャリーが、みなちゃん、キャリーが今枠に来てて、枠？俺の、今配信してるんだよ、警察来たから。キャリーちゃん、うん、で、俺の枠来てて、仲直りしようって言ってるよ。なんで？
キャリーが。どこにあるの？今は大阪。大阪で、キャリーが仲直りしようって言ってるけど、みなちゃん仲直りしてどうすんの。いや、後味悪いじゃん、みなちゃん。仲の嫌いじゃないよって言ってるから。仲直りしないよ、うん、電話かけて、今じゃ。いやな、 LINE で、警察やばくない？もう帰ったかな、うん、刑事が2人来てたんだけど、うん、まだ いるかな、うん、もう帰ったわ、帰った。何しに来たのマジで、うん、何しに来たのほんまに。刑事が動いてるって捜査されてるってこと。いやだからドンチキ山ちゃんが被害届出すってなったらミナちゃんやばいと思うけど、何もなってないじゃん。だからミナちゃん、ドンチキ山ちゃんにも謝っときな。ドンチキ山ちゃんが被害届出したらあなた逮捕されるよ。え？今枠に電話していいけど、あのミナちゃんの携帯にかけてくれる？もういいって、もう出せよ。じゃあ俺が話すだけだから。携帯どこ？みなちゃん。携帯どこ？携帯どこ？え？リュック？出せばいいやん。出せばって。リュック開けるよ。うん、ある？うん。かけれる？キャリーこっちに。もういいってなんだの。だから俺番号これどうやって解除すんの。知らねえよ。パスワード解いて。そうそうえ、はい、いや俺携帯配信してるから。着信拒否されてるの、ごめんキャリー。今配信中の携帯で電話やってるから。あ、コラボ配信してるの。これなんか幼少期から大事にしてるぬいぐるみらしい。な、投げていい。あ、でも問題、え？人が入っている。もう殺すぞ。返して。あのキャリーが謝ってるから、着信拒否解除してあげてよ、ミナちゃん。うん。これ。もういいって、めんどくさい。らしいです、キャリー。来たらいいよ、学生に。いや、ミナちゃん、キャリーが家泊まってもいいよって言ってるよ。で、2泊ぐらいさせてもらったら。5泊な。え？ 2泊ぐらいさせてもらったら。5泊な。なんて？なんて言ったのですね。5泊？ 5泊って言ったの？ちゃんと喋れや！
ラつくなてめえ。5泊したいんだって。あ、コラボした。もしもし。あ、もしもし、かやくさん。ごめんね。あ、大丈夫だよ。ごめんね。なんか私、みなちゃんとちょっと仲悪いままだったから、うん、それでかやくさんにまだ仲悪いですって言ったんだよね。うん、ごめんね。あ、でも全然私はまあ仲直りできるならしたいなと思うし。で、今もう寝てるんだよ、みなちゃん。あ、みなちゃん、キャリーが仲直り したいと思ってるって電話してくれてるんだから、起きないよ少しは。